して渋谷 CC レモンホールにお集まりの皆さん、ボードライブ2011立法の絵ようこそ。ボードリーダー、鶴永桃子です。今日は最後まで一緒に歌って踊って汗かくまり、はい、はい、一緒に歌って踊って汗かきまくって最高潮に盛り上がっていきましょう。夏焼きみやびです。二階席の皆さん、イエイ。そして一階席後ろの方の皆さん、そしてもちろん前の方の皆さんで、今回は真ん中の方の皆さんも、寒くないですか？元気ですか？そしてボーノは好きですか？私も皆さんのことが大好きです。鈴木愛理です。よろしくお願いします。3人揃ってボーノです。さあ、リボーノ始まりましたね。はい、早速ですね、3曲目に新曲雑草の歌を聴いていただきました。はい、2月2日にリリースになったばかりの新曲なんですが、もちろんチェックしていただきましたよね。今回はですね、ボーノ初のマキシシングルとなっているわけなんですけれどもね、もうね、とってもいい曲なんですよね。ということで、まあいらっしゃらないと思いますけれども、まだチェックしてないよって方いらっしゃいましたら、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。それでは皆さん盛り上がっていきましょう。貫いて諦めないで。